とということでで続いて右側にご覧ください五感時代の文化をご覧いただきたいんですがここちょっと先き書いちゃうね五感時代の文化はちょっと先に書きますこの字ねちょっと注意してくださいこれあのまあちょっとこの場合だけ「上と読む本当は「て」なんだけどこの場合だけ「上って読むんだけどこれね2つ書き方があってこういう字でもいいんだよ、ね こちらでもいいのであのどちらでも結構ですが私はこっちは楽なので書いちゃいますけど教科書の字なんかだとこういう雰囲気になっていると思いますけどねここまでかなちょっとこれで文化史のところを一個ちょっと最後はね話の展開の中で埋めていきますけど、えー、埋めていただければと思いますまずハンコという人ですねハンコって,、まあ、ハンっていう名字は中国では珍しい名字ですけども、えー、この人は歴史家です五感を代表する歴史家でして これ感情と濁りって漢書じゃなく感情と読むんですけど全漢の国の歴史書を書いたものでして、えー、これ以降ですね基本的にはこの自分が生きてる王朝の滅亡って歴史では書けないじゃん当たり前ですけど未来のことは書けませんのでですので五漢の時代に全漢の歴史を書くみたいに前の時代の王朝の歴史を書くっていうのが基本的なスタイルになりましてで書き方に関しては基本的にはもう記念体です。 記電体って何だったっけ説明できる人記電体って何だっけどういう書き方漠然とざっくりでいいですよ。これあの目指した、ね、28回の芝線の式のとこでありましたけど電気だよね。個人の電気 そその一人のののの人っっっててててていいいいううをを組み合わせていってその国の歴史を描いていくっていうスタイルですよねですので前漢の時代に生きた有名な人たち、まあ、これ一応真の王も含むんですけどそれをこう記述していってこの漢の時代を描いていくっていうスタイルでこの紀伝体というのはこれ柴瀬の式と同じ書き方ということですねこの藩コの藩という名字が珍しいだという話をしましたけどそうするとここに出てくるわけですね藩長っていうのも藩ですよね でちなみに教科書に載っているハンという名字の中国史上の人物はこのハンとハン長しかいませんでどういう人なんですか関係あるんですかって言うと関係あるんですね実はねこれ兄弟なんですよハン子がこれ兄貴でハン長が弟なんですねすごくないですか兄弟で皇帝でもないのにその業績 自分が成し遂げた業績にによっってて教科書に名前が載るっていう兄弟しかも分野が全然違うじゃん。ハンコは歴史家、は長は西域とか軍人としてっていう全然ジャンルが違う分野で教科書の名前載ってるってことはだからあれですよ兄弟で兄貴がノーベル賞を取って弟がメジャーリーガーみたいなそんな感じですよね。すげえなと思いますよ。でこの2人が両方五感時代を代表する人でしてでこれハンじゃあ、ンの家ってのはどういう家なのっていう。 えとこれね実はね完全にハンコよりですねあのお父さん歴史家ですお父さん歴史家ハンコも歴史家で妹いるんですよこれ珍しいよね女性の歴史家が名前が残ってると珍しいんだけど歴史家一家なんですねで弟の班長だけがなんか軍人の方にいっちゃったっていうちょっとこれは異質な人なんですけど、えー、そういったあ家系でございますで続いて、えー、と上限っていうのはまあこう定限でもいいんですが一般的には上限と読むことになっておりましてこれはあの受学者ですね でこれが分かんないでしょ。訓古学。訓古学ってこれどういう学問？大学大学にあります？訓古学科、訓古学部とかないないですよね。聞いたことないですよね。これってどういう学問かっていうと、ちょっと,ょっと文字見てもらおうかな。文字見てもらえると、これさ、訓古の子という字ありますよね。これあのゴンベンに古古いという字があ入ってますけど、ちょっとこれ古い文字とか。 古い言葉、古い文字、古い言葉のくん、くんって何音読み、訓読みの訓ですよ。意味ですよね。くんというのは、まあ、ここは意味という感じで取っていくといいと思います。つまり何が言いたいかというと、訓ん工学というのは、古い文字、古い言葉の意味を研究する学問なんです。なぜそれが必要か、受学で。っていうと、皆さん先週古文単語テストやりましたね。なんで古文の単語テストをやる必要があるの 古い文章を読むためには同じ日本語ですよね同じ日本語だけど平安時代と今では同じ言葉でも意味が違うじゃないですか例えば「おかし」いとかねそういう言葉とかありますけども何だ何かありますそういうの古い時代と今で同じ言葉なのに意味が違う言葉ってある?いたずらあ「いたずら」「あいたずらに」とか。 っていう言い方ありますね。そういう、まあ、なていうかな、古文と単語テストやる必要があるってことはですね。古文の意味っていうのは、今とちょっと違うわけですよね。これ中国も一緒なんですよ。で、中国も一緒で。あの、五漢の時代に使われている漢字の意味と、その孔子が生きた春秋戦国の時代の漢字の意味が違うんですね。そこで、じゃあ孔子が生きた時代に書かれた文章をちゃんと理解するためには。これは五経っていう、こうテキストは決まってますから。五経をしっかり理解するためには。 当時の漢字の言葉の意味がわからなかったら、正確な意味ってつかめませんよねっていう学問なんですよ。だからこの訓講句っていうのをやらないと、正確な中学の研究ができないんですね。そういう意味合いで作られた学問でして、ちょっとこれあの初耳だと思うんですが書いていただければと思います。で次三つ目これ朝礼という人なんですけど、これはねゴトベイ道っていう宗教です。 いわゆる老子と宗子の老僧思想から発展した道教の宗教でしてごとっていうのはね大体ねこれお米が1 7 8キロかなあの信者になるとお米1 7 8キロをこう寄付しなきゃいけないんですねでその寄付されたものを教団はあの食べ物がない貧しい人にこう配っていくみたいなことをしましてこれ実は、ね、今でもある宗教です。 名前は変わってるんですけどいまだに中国で残ってる宗教でして、えーまあ、いわゆる道教というのが徐々に始まっていくというのがこの時期からということですそして、えー、最後がですねサイリンという人でしてこのサイリンについてはですねめちゃくちゃ重要な人です、えー、この人は何をした人かと言いますと筆記用具のうち、まあ、筆はもう当時あったんですがいわゆるこれ何が入ります、うん、紙ですよね、えー、紙というものただしこれ厳密に言うと 紙そのものはすでにあったので、それを作る方法ですね。静止法というのを発明改良した人物と言われております。紙自体は前漢の末期、まあ前漢の初期かな。には一応存在はしてるんですが、あのー、普及は全然してないんですね。それが普及に道筋、普及の道筋をつけたのがこのサイリンという人でして。徐々にここからですね。紙というものが使われるようになっていくんですけど。じゃあ、それは何使ってたんですか。 いうとこれは実は竹管木管箔というもので箔っていうのはこれ絹の布ですでこれ高いんで絹はあんま使わないんだけど竹管木管って何かっていうとこれちょっと書いておこうかなこっち消しますねで一回これねどういうものかというとねこんな感じのやつこう木とか竹の板をこう薄く作るでしょこうやって。 でそれを薄いこう板をこう紐かなんかこうつ,なげつないでいくんですよ、こうやって。もっとこんな長くなるだけどね、それをここにこう筆で書いていくっていう、そういうスタイルのものなんですね。で古いものは当然私持ってないんですが、えー、とこれ、私がお土産で買った筆、えー、管です。こういうい感じ 巻き寿司みたいな感じですかねこれが痴漢でしてちょっと回しますのでイメージで雰囲気だけでもね味わっていただければと思うんですけどこれが実は当時の漢の時代っていうのはあ基本的な書類手紙とか書類っていうのはこれで送られてきたわけですね。でこれ当然ですが、あのー、今は使わないじゃん徐々にこれすぐんじゃないんだけど徐々にこう置き換わっていって紙になっていくんですけどなんで紙になったと思う いやこれ丈夫なんですよ非常に。この時代の書物って窒管木管だからあの墓とかからもあの出土して読めるものとして出てくるので丈夫ですごくいいんですけどななんんででこれ紙にっっちゃったのそう重いんですね。まずかさばるそして重い例えば考えてください「世界史のプリントが全部窒管木管できたらどうなるか」っていう数学の課題プリントが全部窒管木管できたらどうなるかっていう。 毎日二宮金次郎状態になるわけですよね。そうするとさすがにこれ重いかさばるということから徐々にこう紙に置き換わっていくっていうことでそのすごいのはさ紙をさ我々も使うじゃんいまだにだからちょうど今過渡期なんですよ。こ,れこの時以来のこの時以来の過渡期でこう紙からこうデジタルにこう変わっていく歴史的な過渡期に我々今ちょうど生きてる時なんですね。で、えー、とこれがですね、えー、置き換わっていくんですが。 ちょっとこれ紹介をするとこれ読む時こう読みますよねしまう時どうするうんまあもっと多分簡単にこれこんな感じでいいと思うんですけどまあ巻きますよねでこう巻く,巻くわけですよ巻くそうするとなるほどなんですよつまり我々ねワンピースとか漫画長いですよねそうすると1巻2巻3巻で数えるでしょなんで巻くのあれ巻いてないじゃん だけどもともとこれ窒漢木簡時代に前してたからその名残で巻というう字を使うんですねあとは本ってどう数えるうん1冊2冊って数えるでしょこの形何の形、うん、まさにこの窒漢木簡の開いた形なんですねですから実は我々の使っている漢字っていうのはこの窒漢木簡時代の漢字が実はまだ生きていると。 いううことなんですねもうはっきりとこう漢字にこう由来あのが残っているということなわけです。ということで、えー、徐々に紙の,の発明をされていくんですが1個だけぜひ入てください、えー、サイリンの顔写真を見ていただいて、えー、この身分を見てください、えー、サイリンの身分はなんと、かんがんです、えー。ですからしばせんと同じくサイリンも官官でまああで中国史上三大かんの一人ということで、えー、チェックしていただければと思います。 あとね、下のところ、その漢字なんですが、ちょっとここ紹介しようと思ったんですけどね、寝台に天書というのが整理されていて、パスポートの文字は天書なんですけど、あとは霊書、草書、会書、行書なんかが生まれてくるのはこの漢の時代です。あとはね、括弧の中を入れてください、仏教です。インドから西域経由で仏教が入ってくるのはこの時期なんですが、まあこれ諸説あります。普及はおそらくしてないので えー、普及もうちょっと後の時代なので、えー、仏教はまあこの時期に来たんじゃないかというふうに言われているということです持ち物検査ってそんな頻繁にあんの 3>, ?3 年に1回 1> <laughs> 3年に1回三 <laughs> 年に一回 <laughs> オリンピックか持ち物検査かみたいな <laughs> あそうなんですかあ持ち物検査って俺考えもしなかったなやってみようか1回高校で、えー、持ち物検査 えっとえー、なんだろうピストルとかそういうのが引 <laughs> かんじゃないやっぱりあと麻薬とかさそれはまずいんじゃないですかやっぱりじゃあそういうことでじゃもうちょっと進んでみましょうかではですねえー、と4番目ご覧いただいて、えー、五冠という国がじゃ今度はねまた衰退をしていくわけですがあの五冠の衰退の理由ってちょっとこう考えてほしいんですよ皆さんにあ,のある情報を渡すので あの理由を推測してもらいたいたんだけどこれ本当アクティブラーニングとかでもできる題材だと思うんですけど何かっていうと五感の皇帝って14人いるの、ね、で14人いて、えー、初代の皇部は、まあ、これはめちゃくちゃ優秀な人なんですけど、まあ、第2代まではいいんだけど第3代以降の皇帝の即位した年齢と死去した年齢を言いますのでちょっとその五感の乱れ方を想像してほしいんですけど今から言いますね。第3代 十18歳で即位31歳死去第4代9歳で即位27歳死去第5代1歳即位1歳死亡第6代12歳で即位31歳死亡第7代生没年不明第8代10歳即位29歳死亡第9代1歳即位2歳死亡 第10代、7歳即位、8歳死亡第11代、14歳即位、36歳死亡第12代、12歳即位、31歳死亡第13代、これちょっと諸説あるんですが13歳即位、14歳死亡第14代、最後の工程ですね8歳即位、滅亡です。 ということでこの皇帝の即位年齢と死亡年齢から推測される五感の混乱の理由って何でしょうまず年齢を聞いた印象から聞こうかめっちゃ若いですねつまり即位した年齢死亡した年齢つまりこれ最,最年長が最高齢に生きたのが第3代以降だと36歳ですからねで、えー、一番最年長の即位が18歳。 ですから、皆さんのちょっと上ぐらいで測定をしているわけですね。まあ一切の工程とか、あの生物内不明ってなんで多分おそらくね、あのー、勝手に誰かが連れてきちゃったんですよ。よくわかんないとこから、皇族だって言って、そういうのもあるんですね。どういう政治の乱れ方があったと思います。誰が政治するのこれ。うん、そうですね。外戚とかこの身の回りの世話をしている宦官,官が基本的には政治をするわけですよね。でこれあのー。 若い人をね多分ねあえて選んでるんだと思いますあえて皇族の中からこれあの将来の最後の方に五感のケースもありますけどもうね全然まっすぐじゃないんですよ多分皇族の中からねあえて若い人を連れて皇帝にしちゃうんですねそうすると政治できないでしょ政治ができないから変わって政治を行いたいやつがいるんですよ そういうことが起こるわけですねでその結果ですね五感というのは乱れに乱れていきますで最後に行くと五感が、えー、と滅亡した、えー、滅亡に至る過程を3ポイントちょっと紹介をして授業終わりにしようと思うんですけどまず一つ目ですまず一つ目はやはり肝眼と外積の専用はすごいですこれは前肝と一緒ですね特に肝眼の害というのは五感は極めてひあのひどくてですね えーまあ、サイリーみたいにねいい宦官,官もいるんですがあの権力を握って賄賂をもらいまくりの宦官,官が大量に発生しますでそれを抑えようとした役人もいるんですよで寛と役人の政治対立っていうのが中央政府では延々と続くことになりますそれに外籍も絡んでいきますでこれ一応事件がありまして年だったかな、まあ、厳密には2回あるんですが「唐湖の金」という事件があるんですね。第第一次次のの金第二次東湖の金二ってあるんですけど 東湖の,の金の結果何が起きたかというと勘官,官と役人の最終決戦が行われたんですねそしてなんとですね役人が敗れるというそしてすべての権力を勘官,官が握るというですね、えー、出来事が起こりました日本でいうと内閣内閣の人大臣がみんなないみたいな感じですよそういう感じになっちゃうんですねでこれにより勘官,官の専用が強まります でそのタイミングで当然民衆の生活苦しいから反乱が起こる184年にやはり道教系の信仰宗教であった太平道という宗教があるんですがそれの教祖様であったこれ名前分かれてます三国志知ってる人で太平道の教祖三国,三国志知ってるとなんか冒頭で大体こういうこの人物出てくるんですけど教祖の 昌鶴という人物によって農民反乱が起こりますそれをですね反乱、えー、の目印として黄色い頭巾をみんなつけたので「えー、黄金の乱」というふうに呼んでいて、まあ、いわゆる五感末期の大反乱これ大反乱です本当に。 あの本当にもう中国各地で起こった大反乱でしてこれを鎮圧できなかったことで五感はほぼ求力を失っていくんでもともとはですね昔の教科書なんかだとこの黄金の乱の要因っていうのは、まあ、このいわゆる政治的な中央政府のね、えー、政治の乱れに、えー、起因することが多かったんですけど近年ねこれ実は研究がちょっと進んできてこの農民反乱のね要因もう一個あるんですよ。これ何かっていうとね寒冷化です。 この実は五岸末期の二世紀の後半っていうのは。地球のね、特にアジアの気温がすごい下がるんですね。その原因も分かったんですよ。何だと思う?。火山、そうなんですよ。実はね、これ火山の噴火になったんですね。どがた、インドネシアがね、フィリピンかなんかで火山の噴火があって。で、火山灰がさ、大量にこう。吹き上がるでしょその火山灰によって、こう日光が地面に届かなくなって。気温がこうすごい下がるんですね。 それにより農作物の収穫物量が減ってイナゴが大発生したりとかして農民の生活が苦しくなったのが氾濫につながったっていうふうに今分かってきてますだから俺この前のさあのトンガの噴火噴噴噴ん,んトンガでしたっけなんか噴火ありましたよねあのトンガの噴火は俺ちょっと心配したねその後新聞で続報が出てあの気候には影響が あの気温には影響がないっていうのが出ましたからよかったけど実際に影響した例もあってねあの俺実は経験があるんですよ。年かな何かにフィリピンでピナッツボ火山っていうのが噴火したんですねその結果ね90年代前半のある年にねあれ何だ94年ぐらいだったかな翌年かな夏にね雨が大量に降って今すごい夏暑いでしょ全然暑くない夏ってなったんですよ。 で何が起きたかっていうと米の収穫量が激減してそうあのお父さんお母さんに聞いてみこれ聞いたことあるあの大米がまずかったっていう話があると思うんですねであれは実は火山の噴火の影響なんですねでそれと同じことが実は起こりまして、えー、こういう反乱が起こったということですでそれで3つ目あの基本ね入試的には2つ大丈夫ですで総敬受ける人が3つ目があって、えー、これが何かというと 豪族がやはり力を持つんですが豪族の一人の藤卓という人物がおりまして藤卓という人物がですね戦をする、まあ、政治を牛耳るわけですねこれすごいよ皇帝殺したからね皇帝を殺して別のやつの皇帝につけて自分が政治をするっていう末期ですよね、えー、そういう状況になるわけです。トタクはねねすすすすごごごいいいデデブブなんですよ 馬に乗りながら例えばうさ、うさぎがこう2匹こう走ってるでしょ、そうすると、ね、もう巨,大巨体を馬に乗せてこう走りながら、ね、1本の弓で2本の矢をつがえて2匹のこう,うさぎを同時に殺すっていうそういうことができた人なんですね。でまあ、軍事力によってこう権力を握るんですけど最後、ねこう、女性問題で部下と争って殺されるっていう悲惨な死に方をしまして、これ、アジ、知ってるって知ってる 殺した部下の名前知ってる。<う>あ,あ、呂布ですね。あの、董卓と呂布の争いで、じゃ、あその争った、これはフィクションですけど。あのー、争った絶世の美女の名前わかります。朝<鮮>あ,あ、朝鮮、あれよく知ってますね。その董卓と呂布が朝鮮という絶世の美女を争ったげく部下が殺してしまうという出来事があって。これね、あのー、三国志の中でも有名な話なんですけど。知ってかなあの、新解釈三国志って知ってる。大泉洋のやつ。うん。 あれにね呂布が,があれですよ白田優だっけがやってて呂布って実際にこう移民族系の人だったのであのハーフを持ってくるのはすごいなと思ったんですけど呂布は佐藤二朗が演じててでその絶世の美女がなぜか渡辺直美っていう、うん、<laughs> みんなあの「三国志してる人はそうツッコミ」っていうね。 それがそのトータクなんですねででその結果、トうタク殺されましてでこれは実際の話なんですけど殺された後ね遺体を、ね、こう街にさらされるんですよ。晒されててデブがこう,こうなってるで、しょでこの中で誰かがふざけてね、このおへそのところにトうタクの死体のおへそのところにろうそくをぶスって刺した火つけたんですね。そうしたらこのあお腹の中の脂肪がこうス,スーッと集まっていって3日ぐらい火がついてたっていうそういう話が残ってますね。<laughs> まあ何かとかとかこの瞳子の金、黄金の乱、トウタクの戦王によって乱れていきまして、この中からですね、まあ、あの五冠末期の英雄、まあ、新解釈三国記者と小栗旬が演じてましたけども、えー、次の英雄が出てくるということで、これ、ちょっと動画の霧の良さがあるんで、これだけ書いちゃっていいよく考えたら、今終わろうとしてましたけど、これ書いた方がいいですね。すみません、この名前だけ書かせてください。その中で 権力を握るあの詳細は次回、あの次のところの授業で、ねえー、紹介をしますが、えー、この後に権力を握っていくのが曹操という人物でしてこの曹操が、まあ、中国の再統一に向けて、えー、権力を握って力を持っていくんですが最後はどうなるかというところを次回の授業そしてその次の映画で、ね、ご覧いただければと思いいまますすみません終わりにしたいと思います。